まだ始めているんですけども、キャプチャーですね。キャプチャー撮っています。で、視点広いの全体音声レビューなんですけども、ちなみにこの音声っていうのは2013年の6月1日午前11時22分なんですが、前もここやったような気がしています。で、やっているんですけども、とりあえず、その YouTube の方で自分で投稿した動画を過去に調べてみたんですけども、視点いろいろという単語だけで調べてみたんですが、それが一番最後にあったのは409とか8ぐらいだったんです。本当はもっとあったような気がするんですけど、500とか600ぐらいやったような気はしてるんですけども、見つけることができなかったので、またこうやって音声を入れています。で、まあ、ここから下に向かってまたやってみたいと思うんですけども、今、これは95ページ目ですね。ページというか、これもうちょっと下に持っていけば分かると思うんですけども。96か。これなんですけど、96というふうに書いてあるんですけども、今最新のページは145まで来ているので、随分音声を入れるのは時間かかるのかなと思っていますが。で、まあ、ここやってみたいと思うんですが、上はもうやったと思うので、ここからなんですけど、上の部署を少し、使用してみたというですね。文字の異常に、行間の異常についてなんですが、これはもう解決していますね。そうですね。まあ、ブラウザを Firefox とかにして使っていたのでエラーが出たのか、Google Chrome だとエラーが出ないのかわからないんですが、とにかく今はここに書いてあるような、行間が異常に開いてしまうということはないですね。で、まあ次のページですね。なんか随分、まあ次のページ行ってみましょう。随分中途半端なんですけども、25マス計算なんですが、ここ確かやったような気がするんですけども、まあ、とにかく下を見ていきたいと思います。画像がたくさんあるので読み込むのもやっぱ時間かかるのかなと思うんですけども、もう読み込んでますね。で、ここからやってみたいと思うんですが、相変わらずこうやってスクロールすると容量を使ってしまうなと思ってます。1秒間に1メガバイトぐらい使ってしまってます。ただ画像のスクロールよりも、画像のスクロールはまあ1秒間に1メガなんですが、文字がたくさんあるところだと1秒間に5、6、まあ、2、3メガ使ってしまうので、それがおかしいな。画像の方がたくさんの色を使っているので、容量はそれほど取らないと思うんですけども、で、こうやって音声レビューを自分の、まあ、YouTube の方に上げて、で、ログインして読み込んでみて、容量はどれくらい使っているのかなというと、ハイビジョン画質、フルハイビジョンの解像度を 1920×1080 でも大して容量は使ってないなと思いました。 1080p で再生しているのにもかかわらず容量が少ないなと思ったら意外でしたが、やっぱりこうやって音声とこの画面スクロールだけでは結局は、まあ、バンディカムで撮る場合には容量は使うが、 YouTube の方に上げて動画が圧縮されてしまうと大して容量使わないのかなと思っています。で、まあ、これはブルガリアヨーグルトですね。158円で大体売っているんですけども、今だとそうですね、何だったかな、めぐみだったかな、絆だったか、ヨーグルト赤いパッケージのやつがあるんですが、あれは108円ぐらいでよく売っていた、見たなと思いましたが、ヨーグルト、これ確かやったような気がするんですけどね、前に音声レビューを入れたような気がするんですが、これでシールを集めて応募するというようなことも言ったと思うんですけども、前のページで言ったかもしれませんが、まあ、こんな感じですね。ざっとこんな感じです。まあ、箸で食べてますね。で、砂糖は使わないです。で、まあ、こんなざっと感じでしょうか。これは流してしまおうかな。流してしまおうかなと思ってます。インスタントコーヒーですね。牛乳とコーヒーを入れてます。こう、そういや、ここのところコーヒー、あれこれやったような気がすんな。まあ、とにかく、どんどん先に進めていきたいと思いますが、スクロール結構早くしているんですけども、あ、これもやったような気がしますね。では、どんどんいきたいと思います。これやったなぁ。いや、ここはやってないか。はぁ、そうですね。6月1日になってしまいましたが、今だと、ポップラ社小説、
対象かながあるかどうか、それと没調文学賞があるかどうかというのは、まあ、ちゃんと調べてないんですけども、こんな感じかな。で、これもやってないか。なんか中途半端なの、どこまでやったのかというのを明確に分かってないのがダメなのかなと思うんですが、無駄な時間ですね、インターネットですね。インターネットはやると本当にあっという間に時間が過ぎてしまっているなと思います。あとテレビは無駄にインターネットや時間について減らすなんですが、ハードディスクで、まあこれをやっていますが、番組を撮ってみているというやつですね。で、この取り留めた番組なんですが、バラエティ番組だとあっという間に見ることができるんですけど、ドキュメンタリー番組だと早送りだと何かなんだかわからないので、もちろん早聞き再生といって 1.5 倍とか 1.3 倍、1.3 倍だったかな。で、早聞きで聞いているんですけども、それでもやっぱり時間がかかってしまうなと思ってます。という感じですかね。足し算ですね。一歩結構、そうですね。親戚にやってもらったんですけど、足したんですね。で、これで使ってるのは、なんて言うんだろう。ボールペンじゃなくて、墨が入っている毛筆というやつで数字が書いてありますが、そうですね。だいぶ遅くなって、58秒とかになってますが、123秒とかですね。5月1日か、2年前じゃ1年と11ヶ月前ですね。そうですね、結局遅れなかったということが書いてありますけど、さて結局日本は、まあそうですね、まあ文章を読んで今日はできる雨になろうと思ってたんですが、まだ雨は降ってきてません。今にも雨が降りそうな天気ですが、さて、音はちゃんと取れているかどうか。音はちゃんと取れてますね。あんまり大きい音ではないんですが、取れてますね。さて、結局日本ファンタジー大賞、日本ファンタジーの名大賞に書生を送ることはできませんでした。書生が一枚も書いてない状態です。このままでいけない、なんとかしなきゃいけないと、全然言っているんですが、結局、先が見えない状態です。選手について、小説について小説を書くために仕組みを作ろうと思っています。1年51ヶ月前にもこう思っていて、結局これは作れてないですね。それがどうなるかはわかりませんが、2011年4月30日、アクセス解析をしてみて気づいたこと、メール定額制について検索されていました。メール定額制、自分の場合は AU のガンガンメールを使っていますが、調べて、単語を携帯で打ち込んでメールをすると調べてくれるというサイトというかサービスがあったので、携帯品大百科という名前でした。実際に使った感想は確かにちょっと知る情報にいいかなと思いました。ただ情報はそれほどないなと思いました。有名人の名前で検索すると年齢が分かるのと、泊まりた場所が分かるぐらいですね。ということが意外に大きいのかもしれませんが、もともとパソコンつけてないと分からないことばかりで、携帯電話はインターネットやりません。インターネットという言い方が正しいかどうか分かりませんが、データ通信はしていませんと言った方がいいのでしょうか。どっちでもいい気がしますが、メールの定額制は一番は画像を、そうですね、アメバブルを送ることができるという点が、漢字が間違ってました。点が一番役に立ってます。携帯電話本体から外部メモリを出し、カードで、まあ、カードリーダーにカード外部メモリを挿して、カードリーダーにパソコンを挿して、データをパソコンにコピーするということをやらなければいけないのが、枚数が多ければ。メールに付属してメールを発信するのも効率的なんでしょうが、画像を枚数分アメバブルの発見だったら、メールを付属してアメバブルを置いた方が効率的だということ。です。書いてありますが、アメマブログの指定アドレスにメールを送れば、ブログが固定できるようになっています。メールを書いて文章がアメマブログの投稿欄に書かれて投稿できるようになっています。ただ、画像をブログに投稿するにはオリジナルサイズではなくて、縮小されたサイズで投稿されるのが困ってしまいますが、投稿しなくても画像だったアメマブログの画像の保険ので、後でパソコンがアメマブログにログインして、オリジナルの大きさの画像を投稿すればいいと思います。つまりメールだとオリジナルの大きさでは投稿できないので、パソコンでログインして、すでに画像フォルダ、メールで送った画像フォルダにある画像をパソコンで操作してオリジナルの画像にするということを言ってますね。で、まあ今これが9分なんですけど、一旦ここで聞きたいと思います。